はい、はい、じゃあ健太ともね、うん、エッセンスシャワーズと大園健太のケンチャンネル、ケンチャンネルコラボいつぶり？当日はぶりですね。当日は当日やん、練習でしょ。いやいや、そのこのコラボがね、チャンネルのコラボ、あ、ね、あ、そうかそうか、うん、出てもらって、うん、そうなんだ、うん、ちょっとね、結構そこそこね話題になりましたあの刑事がめちゃくちゃ面白いやみたいな、あとも知らない人は見てくれて、あ、そうなの、うん、めっちゃ面白いね、刑事君ってみたいな、宮古島行くとき会いたいわみたいな、あ、そうなんや、うん、あ、それめちゃめちゃ嬉しいね、そう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 だから、ほんまにだから宮古島ツアーのね、うん、あのライブ、うん、比較した時も2人に会ってほしいっていうので組み入れたからね、そうやな、もともとはね、あれしたいな、そう、そっから医師ツアーにね、そうや、ね、でもリーダーシップは健太やもんな、そう、豊かさ、うん、豊かさもねのツアーになったね、うん、そうやな、健太がまずなリーダーシップやけど結局参加者と同じ日に同じ参加者よりも遅く行くぐらいのでもやっぱ健太が言い出したからこそあのツアーが成り立ったんやんな、うんうん、なんかすごく自分の中ではあんまりその、うん、なんかがっつりこう、うん、みんなの輪の中に入っていくっていうよりは運営側を初めてしたから、うんうん、もっとなんか入っていった方が良かったんかなと思いつつ、うん、でもなんかどっかで一歩引いて、うん、ちゃんと運営しなければならないみたいなのも、うん、あのさせてもらったからこそ、うん、自分でなんか次ツアーとかする時の感覚っていうのをめっちゃ真面目にやってたもんな、そう、あの中では唯一真面目やったもんな、いや、ゆうたもやってくれてたいやいやいや、だめっちゃ助かったけど、うん、でもそのそう、確かにそのスケジューリングとかね、うん、その船大丈夫とか、うん、いとこへかけて、うん、緊急事態宣言中だけどとか言ったから、うんうん、早いかな、間に合わないなとか、うんうんうん、なってきたもんね、全然実はもうみんな緩いからね乗れなくて、乗れなかったら乗れなかったでみたいな人やったけん、なんかすごい健太がね、頑張ってくる、みんな朝からね、お酒飲んでたりねあれあれでよかったよね、よかった、普段できない豊かさにこう、フォーカスして、もうそうだな、そう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 、でも、まあ、言い出しっぺにもかかわらず、はい、めちゃくちゃビビって、うん、あれやったもんな、ビビってた、ほら、開催するかどうか、ああ、それはそうだね、もう参加者一人も集まらんみたいな、ね、ちょっと告知してみたけどそう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 、うん、でも実際集めるっていうのは違うよね、違うね、うん、うん、うん、いや、あの時もやっぱりその宮古島で結構な金額のマンツアーやったやん、うん、そうだね、原価率で言ったら結構いいツアーやったとは思うけ ど、うん、けどまあ大きいもんね、金額自体は大きいけん、それ参加するね、豊かさのツアーっていうので参加するかどうかって言った時に、で、ツアーのあのホテルとかもさ、うん、結構なね、金額やったけん、うん、そこでこうちょっとビビッっていうか、うん、ガチで集まるんかなと思ったしねいや俺もそれはめちゃめちゃビビったじゃん、でもそうやってその、うん、あれの、うん、結局全員、うん、集めて2人がくださってでもそうする中で、うん、こう対話、うん、ね、こう、うん、お手紙を、うん、その人それぞれに思いを伝えてっていうのをやってくれたっていうのを聞いてて、うん、読んだりとかしてて、うん、メッセンジャーとかで、うん、その中で集まってきた人たちと出会えたから、でも、あの時はさ、すごいそのツアーする時に、うん、やっぱりあの今までだったらツアーとかそういうリトリートとかする時に、うん、こう自分たちがこう、うん、まあこういうのやりますっつって、うん、来てくれる人って言ってでこう募集する感じやったやん、うん、だもう少し自分のこの本質に近いところにこうフォーカスしたというか、うんうん、まあ言ったらさその誰と
どういうツアーをしたいかっていうところまで、そうですね、だからそれすごい明確化したんよね、うん、あの誰でもいいわけじゃない、そうね、うん、だから2人の中でね、うん、そのどういうツアーやったら俺と知恵が一番楽しいかって考えた時に、うんうんうん、そこに結構フォーカスできて、それやったら参加者も自分たちで、まあ、選びたいっていうかさ、ご招待するっていうね、そうそうそう、選んでね、でもなんか思考で考えるっていうよりもなんか、うん、その連絡しようと思った時瞬間にピンときた人、うん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 、なんかパッと思い浮かんだ人に連絡していったよね、そう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 、だからほとんど招待した人をね、うん、まあほとんどね、あの、うん、そんなに多く招待せずに来てくれたっていうか、やっぱその直感っていうか、ピンと見た人に声かけたから、うんうんうん、あ、じゃあ行くよっていう風にやっぱなっていったっていうね、うん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 、なんかでも、これからってさ、やっぱりこのなんか自分の内側でこうなんかこれをやりたいっていうのがすごい明確なにした方が叶いやすいっていうかさ、そうだね、こう もちろんさ、例えば何千人に告知して何パーセント集まるみたいなさ、うんうん、もうマーケティングのさ、はいはいはい、基本あるやん、うん、だけどそういうやつよりもなんかこうもう少し、でも実際にね、招待状を個人個人に送られるのか、うん、みんなに告知して集まってもらうのかって全然違うよね、うん、だからそこの意味でもなんか自分たちのツアーもすごい明確になって、うんうん、ケンタがそうやって言ってきてくれたけん、うん、夏至になんとなくね、あのまあそもそもはねツアーがあって、そうだね、ライブツアーがあって、うん、でそれに合わせてっていうのあったけども、それ全然人が集まらなくてで、こう宮古島のね、美作さんっていう人にこう、あとパーさんっていう人がいてて、うん、気にしてくれてて、うん、集まらんねったら、その下旬、うん、合わせたらどうと、うん、ライブ終わった後に下旬があるから、うん、そこにも合わせて、うん、あの作ったらどうって言ってくれて、うん、で、言って、ほんならもう2021年の下旬の日の日すべて足したら8になる、やったね、17の1たす7足して8になるっていう、この豊かさやなっていう、その日やっぱり豊かさにフォーカスしたツアーでバッチリなんやっていうことで2人動いてくれてて、そして17だったっていう、そう17やったんだね、もう今回さ結構17来てる、いやめっちゃ来てる、あそうだ、うん、でなんか俺らが今そのツアーしてるのも、うん、まあ俺の中では17っていう数字と、うん、水と、まああとお稲荷さんとか、うん、龍とかあと白山くくり姫とかこう、うん、大きなワードがあって、うん、で大体さこうパッと会って友達とかの家に行ったりするやん、うん、で俺17で今旅してんねんって話するとさ大体伝わるわけ、ほんでこの間もなリュウちゃんっていうさ、うん、その宮古島に住んどった、うん、あの対談動画も撮ったけど、うん、で俺17で旅してんねんって言ったらもうめっちゃ響いて、うん、でリュウちゃんはさこうビジョンで見る人だから、うん、あのリュウちゃんはなんかこう朝起きたり、その時はどういう状況だったかちょっと忘れちゃったけど、うん、こうデジタルのあのなんて言うんだろう、ドット絵で見えんだって、へえ、でドット絵がこう塔がこう、うん、塔の絵があって、でそれが崩れたんだから、はい、で崩れた後に星が出て、うん、で女性がこう現れたんだって、うん、でそのビジョンを見てこれ何だったんやろって思ってたよって、うん、で、ある時、あれタロットちゃう、あー、タワー、あ、わかる、うんうんうん、そう、あれ何番目のカードか知ってる、16なん、あ、タワーが16、16なんや、んで、星が17、あ、スターが17、そう、みたいな、
ほんでなんか、うん、リュウちゃんもな、17で、すごい17っていう数字で、うん、その宮古から雲南っていうところに移住したってこと、はいはい、もうその17がずっと来とって、うん、だから2人響いてるところが一緒で、うん、大谷翔平が、はいはいはい、背番号17って俺見た瞬間に、はい来たって思ってた、うん、絶対これスターや、うん、スターのスターやうん、なほんでなんか鳥取行った時もその西川さんっていう知り合いの店に行ったわけ、うん、で知り合いのその西川さんがなんかこうカフェを始めて、うん、びっくりしたんやけど、うん、えカフェ始めてたんですかなんか美味しいねコーヒーを、うん、あの用意するからもう岡山まで行ってたんや、うん、鳥取から岡山に移動してからメールが来てで17あなんじゃなくてコーヒーを入れようっつってもう頭の世界ではまた今度ってなるやんなるなあだけどこのツアーやっぱりその自分のちっちゃなこのそういうものを逃さないっていうのがあったけん、うんうん、あの2人それをずっとやってきて、だからこんだけ日程遅れてんのに、またその時もちょっと抵抗してな。うん、結構行きたかったよね、さっき。結構、ね、こんだけやっててもまだ、うん、もう結構来てたから、反対方向に。うん、1時間、2時間ぐらいで、2時間ぐらいで、もっと。そうそう、1時間ぐらい南下したぐらいの時にメールに来て、うん、で、2時間かけてもう一回戻るかってなった時にちょっとうってなった。なるよね。なったけど、だいたいこの旅ってこのその直感っていうかさ、まあ効率で考えたらもちろん先行った方が、そうだね、うん、効率なんていうのももうもはやわかんねえんやけど、うん、そうだね。そう、でも大体その自分の効率をこう破った時に直感を信じて行った時ってすごいギフトがあるよね、うん、でその時もあの行ってな、でそしたらなんかその西川さん、うん、美味しいコーヒーを用意します、アイアムっていう店に来てくださいってだけメールあって、うん、アイアムすごい名前意味が分からんで、うん、喫茶店集合で、うん、あのコーヒーをおごってくれるんかな、うん、ああそうだねって思うやん、うん、え、でもなんか途中でこれでもちょっとこう文章おかしいよねって話になって、西川さんの店行ったらもう西川さんがカウンターにおってで、カウンターに西川さんおるんやけど、そのカウンターにお客さんが座っとって、うん、なんかその人がこう待っとったよみたいな顔しとるわけ、うん、で誰だろうこの人って思いながら、うん、座ったら別になんか全然知り合いではなくて、うん、まあ、たまたま来てた、ね、あやけどその17の話をしたらさ、うん、その人野球やってんだけど、うん、背番号ずっと17え、小学校から17、そう小学校から狙って17にしたこともあるけど、狙わずにも17な、小学校時代なんてね、多分選べないし、選べないから、ね、で、いつからか多分自分の人に17になってるんやけど、来てるからって言って、で、水っていうのもあるやん、うん、キーワードとして、うんうん、で、あ、絶対17、この人17の人だから、うん、水のことに聞いたら何か分かるんじゃないかと思って、うん、聞いたらもう水のことめっちゃ詳しいわけ。で、こんな水がある、こんな水がある、こんな水があるって言って、すごい情報めっちゃ聞いて、うん、なんか今、その、まあ、それは何だったっけな、磁石かなんかで作るっちゃけど、うん、あの、すごい体に浸透する水があって、うんうん、あの、暑さ感じないんやって、あんまり。それ入れたら？その水でお湯作ったら、普通だったら45度のお湯ってめっちゃ熱いやん、熱い熱い、それだったら平気なの。へえー、ずっとなんか染み込んで
いわゆる痛点って結構体の表面にあるらしい、そこ通過しちゃうって、はいはい、でもすごい利点があって、その、ガンとかさ、あ、言うよね、ヒートショック、そうなの、42度以上のお湯にちょっと入ってみたいなね、長時間じゃなくて、それを45度でできちゃうって、すごいね、すごいよ、その話をしてはったんや。そうで、もうめっちゃいろんなこと聞いて、で、その後もずっとこの17とか水の話でつながってって、そう、だからなんかこう直感で動いたらこうどん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 、で、その自分のなんかこの効率っていう枠を破ったらめっちゃ来んねん。で、今回もな、健太、そうやね、奈良にいると思った、そう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 、また2時間戻るだから絶対なんかあるやろな、思ったよね、何があるの、僕と出会えた満月の日にね、わざわざ来てくれてね、なんかあるんやろなと思って、その今ほんまにその言ってくれてる言葉、その直感、その効率とかじゃなくて、直感に従ってっていうのはすごくなんか響いた。なんかやっぱ効率考えがちやん、お金、返済せなあかんなとかもやっぱあるから、でもそれもなんか自分の中でピンときたことをやっていく中で、うまく循環していくんかなとか、ちょっと思った今聞いてて、まあ直感はめっちゃあるもんな。そうだね。宮古島にね、当日はあの時も、呼ばれたら分かった行くわって言って行ったもんね。ね。もう直感だけ。そうですね。だそれがだからそのまあね、さっきもちょっと話したけど。だからその健太の強みっていうか、その方向性っていうかさ、これから何をしていくのかな。そうだね、先生辞めた時も、これはもうずっとやっていくことではないなとか思ったし、表現方法としてまあね、 YouTube とか、自然とか、まあ、生き物かわいいねとか、そういう、そもそもなんで先生になろうと、先生になろうと思ったのは、まあ、結局父親のあれかな、流れかな。あ、そうね。あの、まあ、もともと父親の流れというか、自転車競技やってて、あ、そうやな。そう、で、全国大会2位まで行きました。いや、これもこれこそドヤポイントやな。そうやね、思えば、もう、そうやね、もう自転車競技なんてどうでもよくなってたけど思えば全国2位まで行ってるじゃん。そう、ジュニア世界選手権出てるんで、なんか全然なんか運動神経良さそうに見えるけど実はね、運動神経良かったもともと。いや、球技は全くできないです。でも、3歳、4歳ぐらいから、あの水泳習わせてもらってて、中学校まで、肺活量鍛えられてたのと、で、父親と母親が持久走とか得意で、持久系の体持ってて、その遺伝を受け継いでるから、持久系のマラソンとかは、保育園とか小学校とか、中学校とかもう3本の指にずっと入ってるっていう、普通にやってるだけで、練習とかそんなせずに、っていうので、体としてはあって、で、自転車競技ここポンと入ったところであったからやって、うまくはまって、で、行けたんやけども、で、そこから、やっぱりその顧問、奈良県には2校しかなくて、自転車競技やれる学校がそうそうそう、その中で、まあ、ほんまにこうなんていうかな、もう和気あいあいと2校しかないから、一緒に合宿したりとかするけど、その後継者がいないと、顧問、先生とか、で、なってほしいって言われて、最初先生で、まあ、あと父親が、まあ、取れるもの取っとけって言ってくれて、お金もかかるけど、教職の免許と、あと学芸員、
国家資格の、うん、そのプラスでお金払って、うん、普通の授業をプラスで受けるの、うんうん、でそれであプラスアルファお金プラスアルファお金払って、うん、プラスアルファ授業を受けて、うん、同時に取んねんけども、うん、でそれ卒業と同時に取れて、うん、でまあなんか自分の中で、うん、すごくあの狭い価値観で、うん、サラリーマンイコールなんか営業のイメージで、うん、ノルマ課せられて、うん、やってこいみたいな、うん、のイメージしかなくて、うん、それはちょっとできないなと思って、うん、でそのバリバリ競技者なのにそう、うん、もうガッチガチの勝負の世界でそうやってたけど、うん、高校時代でもういいわと思って争うのは、うん、で大学ではサイクリング、うん、結局自転車乗んねんけどマウンテンバイク乗ってあの北海道1週間、うん、テント生活しながら、うん、横断するみたいな、うん、そんなすごいいい経験させてもらってんけど、うん、だそんなやる中で、うん、あの釣りとか好きやからこう島の受けたりとか、うん、そういうメーカー好きな趣味のメーカーとか受けるんだけども、うん、まあ、やっぱり本気で受かる気はないから、うん、落ちますよね、うん、でどうしようかなと思ったら教員免許取ってたし、うん、でまあ、生き物とか自然の話もできそうやし人と話すの好きやからっていうので、うんうん、先生どうかなと思って考えてたら、うん、就職先決まってない1月ぐらいに、うん、あの東広島、近代やから、うん、東広島に、うん、あの理工学部があって、うん、その隣に併設の中高一貫校があるから、うん、行かへんかって言われて、うん、で実家出たことなかったし、うん、まあ、1年とりあえず非常勤として行って、うん、そっからの始まり教師として働き始めるの、うんうんうん、まあ、取っとけって言われた取ってた教員免許を使って、うん、まあ、サラリーマンはちょっとできそうにないし、うん、なろうかって言ったからその流れで来てます。うん、やってどうやった？やって、うん、すごい自分の中で、うん、価値観が、あ、人の、うん、なんか幅、うん、人ってどんいろんな人がいるんだなっていう、うん、あの幅が広がりましたね。あ、うん、あのまずいろんな生徒がおってってこと。そう、その東広島の子は田舎の、うん、まあ勉強ちょっと頑張るコーラって感じで落ち着く、すごい平和な感じやってんけど、うん、その次の奈良県の常勤講師のお話があって行った学校がもうほぼそこ、学力が、うん、奈良県内でね。で、もうノートをちゃんと先生の黒板通り写したよ、うん、私すごいでしょみたいな、うん、今まで僕が知ってた高校生って、うん、でも当たり前でしょ、そんなみたいな、うん、テスト前、1週間前から勉強して、うん、やるのは当たり前でしょっていう世界で生きてきたから、うん、自分の中の高校生像はね、うんうん、でもやっぱりそのね、あのいろんな、ね、特性持ったらこうとか言ってる中で、うん、そういう子らの中で勤めさせてもらって、うん、あ、この子らにとってはこれが頑張ってるんだっていう、うんうん、確かに。でもあの理科がちょっとでも好きになってくれたっていう自分の授業に出てくれて、それはすごく嬉しかった。好きになってくれたの？そうそう、先生の授業を受けてなんかちょっとおもろなってきたわみたいに言ってくれて、それはすごく嬉しかったね。で次は夜間定時制に行かされてて、まあ行って雇ってもらえて、もう60代のおばちゃんから本当に飛び職、うん、で、ボーンっていう音鳴らして、うん、来る子らがいて、車とかバイクで、うん、通ってくる子らがいて、うん、いや、なんかほんまに、なんていうかな、めっちゃ働いた後に、うん、みなりはめっちゃ金髪で、うん、ピアス開けて、うん、そんな音鳴ってるので来るけど、うん、なんかめっちゃいい子らやし、うんうん、なんかわざわざ勉強しに来るってめっちゃ偉いなと思って。そうやな、うん、めっちゃしんどいはずやん、うん、飛び職で体力使って、うん、それでもなんか来てるってすごいなと思って、その子らめっちゃ感動して、うん、ね、あとはお家が大変で
アル中のお母さんで、うん、普段はいいけど飲んだらこう暴れるとか、うん、こうバイトしてるけど全部バイト代、うん、酒代と、うん、パチ代にギャンブル代に全部取られんねんっていう兄弟とかいたし、うんうんうん、いやすごいなと思って、うん、ちゃんと兄弟の料理全部してみたいな、うん、こう見てて、うん、そこがすごかったね。はあ、でも結構さ価値観の多様性っていうのは、うん、いや俺もさその大学やっぱ俺行きたくなくて、うん、だそれはねちょっと今日も話したんやけど、うん、大学行きたくなかった、まあ、行きたくなかったかもうなんだろう、どう行きたいかどうかも分からない。うんうんうん。で、あの当時はみんなが行く感じだったもん、周りのみんな。そうでもそうな、うちの高校はまあギリ進学校みたいな感じで、うん、まあ学力は結構良かったから、うん、その中だよ、うん、で、まあ行ける感じであったんや、うんうん、でもさ、ほらこう分からんやん、俺全然分かんなかったっけ、進路、うん、どうしていいか、うんうんうん、高校生の頃ってそれはね、うんうん、なかなか決めてる子ですかね。そうよね、うん、高校生は少ないっていうか、なんつうんだろう、今までずっと進路考えるさ暇がないっていうか、うん、高校卒あ中学卒業したら高校行くやろ、うん、高校行ったら大学行くやろ、うん、大学行ったら就職するやろ、うん、みたいな、うんうん、それしかないやん、うんうん、あそこそこの成績で行ったら、うん、もう大体めっちゃ高校がその例えば言い方悪いけどバカやったら、うん、もうみんな就職するけん、あじゃあ、まあ、俺も就職する選択肢がないもんね、考えられないっていうか、うんうん、でもなんか俺は大学はやっぱりなんかすごい特別なものを習うっていう感性があったんや。すごいそれが入ってたって、逆に賢いねやっぱり。え、思わん？普通になんかあ行くもんやねんなみたいな感じで行った。あ、そうなんや、うん、まあ、ただでも自分の好きな分野が学べるんだなっていう、うん、僕は淡水魚、魚が好きだから、うん、魚研究できるところに、うん、まあ、全部自転車競技のオファー全部蹴って、うん、あ、そうなん、うん、あ、全国にだから来るもんな。もう国立大学から有名私学から入って言ったら普通にポンって入れる。今だったら言うやろ、国立入っとけって言うやろ。いやでも、うん、結局だからもう争うのがしんどかったから競争が、その世界で、うん、こっから4年間自分で顧問の先生がいてなくて、うん、自分で管理しながら勉強もしながら、うん、自転車の世界行く、うん、あ自転車競技の世界行くっていうのは、うん、なかなか厳しかったかもしれない。あ、そうなんや、うん、でもやっぱり、うん、自分より高校時代順位低かった子が、うん、その自転車ダッシュで、うん、ナイナイさんみたいな感じでご紹介してもらってるのを見たら俺もこうなってたんかなとかちょっと思ったりはしたけど、うん、公開ではないけど、うん、こうなってたかもなとか思いながら、うんうんうん、見たりはしてたけどね、あのまま続けてたらみたいな。そうだよな。だから俺とかはそのこのだから結局さ、うん、そのあのめっちゃこの学びがあったんやけど、うん、あのまあ、親父がすごい行けって言われたけん、はい、うん、まあ、だって親がさお金出してくれるって言うけん、うん、行こうみたいな話になったわけ、うんうん、でもねこう大学行って結局良かったと思うよ、うん、これまあ旅行三昧して、うん、そのさっき言った価値観の多様性とかさ、高校って大体同じぐらいのさ親の人が集まって近所の子やん、大体輪切りやもん。そうそうそう、言うても県内やから、うんうん、むしろ中学より多様性は減ってるわけよ。あ、そうだね、大体同じぐらいの、うんうん、で何も方向性がないとか普通学科だったっけ、うんうんうん、なんとなく行った人たちのこう集まりみたいな、うんうん、まあそうじゃない子ももちろんいるけどほぼほぼがね、ほぼほぼそうやん、うん、だからなんかそこのこうなんつうんだろうね、流れの中で、うん、で結局親父が大学、親父はさ大企業勤めてたっけ、高卒で、うん、でそこのなんかこう劣等感みたいなのを持っとったっけ、うん、息子にはそれを味わったくないね、大学行けって言うよ、うん、っ
で、その時に、あ、じゃあそこまで言うなら親父のためにも行こうって決断したことが、うん、めちゃくちゃ怒ってたんよ。だからさ、ついこの間、その甥っ子が大学行きたいかどうか迷ってるから、お父さんが行けって言ってるから行くかどうかって聞いた時、ものすごい怒りが来て、その行かせないようにお父さんにもなんかいろんな話をして、行かせない方向にしちゃったわけ。それが合ってるかどうかわかんないんだけど、だから大学行くことに対してめちゃくちゃ怒りがあって、で、結局そのなんかずっとその怒りがあって、その甥っ子にもそれをこう自分をかぶせて考えたっちゃけど、なんかね、本当はこの怒りって自分に対しての怒りなわけ。親が言ったのに従ってしまって、でも本当は行きたくなかったのに、っていう怒りがあるよ。だからさ、その向けるベクトルがどこに向けていいかわかんないんやけど、当時はでも本当は自分に怒ってたわけ。だから自分に怒ればいいのに、親父が言ったからとか、この学歴社会とかそっちの方向になんかこうベクトルを向けてたけん、ずっと解消できないよ。お父さんは刑事の人生の責任は取れないもんね。そうなんね。取れない、どんな言ってもね。そう、従ったの俺な。そうだね。選択したの、選択したので、そこに対して怒りを俺は覚えてるのに、人に向けようとするわけ。そうだね。言ったやん行けって、でも意味なかったやんみたいな。結構みんなそういうのあると思うんだけど、あると思う。怒りってだからこう感じたらもうこう俺はこう表に出すようにしてるんやけど、その方向が定まってない、しっかり対象物に届いてないと溜まってくんよ、蓄積されたままない、これトラウマって言ってもいいと思うね。別の方向に向けても解消されることは永遠にないってことよね。そう、親に向けたって解消されることはないわけ。そこはそこじゃない、そこじゃない。怒ってるのは自分が人の意見を聞いて、自分のことを曲げたことに対して怒りを思ってるわけじゃん。だからそこに向けてあげないと解消されないわけよ。だからこの間もほんまね、知恵と10分だ、12時から12時10分までのしかやらないうどん屋がある。香川かな、徳島かな、まあ四国だね、香川やな、で、それ俺知ってた、なんで10分しかやらないと思う。もう決まった数準備して、茹で時間が決まってて、もうその10分経ったらもうその最高の味がなくなっちゃう。違う、世界を言うまで続く。マジでそれで終わる。10分しか働きたくないけど、いや、それはね、製麺所なわけ。で、製麺所なんやけど、ある社員が出したいと、うどんをお客さんに提供したい。あ、製麺所。そう、本来はその卸麺を作ってるだけの場所、麺を作ってる場所なんだけど、あの結局は自分はうどんをお客さんに出したいみたいな話だけど、あのもちろん製麺が本業だから、そしたらじゃあ休み時間昼休み打ったらいいみたいな、それはしたいぞと。そうで上司が言ってくれたけん、10分間だけ売れば後片付けとかも考えたら、10分だけやったら売れると。そう、準備と後片付け考えたら、昼休み中に。すごいね。だからその
なんだろう、みんな時間がないとかお金がないとかいろんな理由があるよ、うん、あのいろんな理由をして自分がやりたいことをこう叶えないでいるよ、うんうん、俺らもそうやったわけ、うん、結局このツアーもさ本当にね、うん、俺らやりたいことってなんだろうっていうことを2人で話してた時に、うん、もう何にも時間とかに縛られず